おはようございます。メリカミタイチです。今日はオマールの背わたを取る取っておきの方法を紹介したいと思います。この方法ですけども、オマールを生きたまま背わたを取って丸のまま湯がけるので、丸のまま使うときには非常に便利だと思います。この作業に必要なものは伊勢エビの角の部分の先っぽが必要になってきます。それでは始めていきたいと思います。生きてるオマールエビの裏向けにして、背わたが続いている穴から伊勢エビの先っぽの部分、先っぽじゃない方ですね、太い部分から丁寧に入れていきます。この時強引に入れてしまうと傷つけてしまうので、スッと入るところに入れます。そしてあとは引っ張るだけですね。そうするとこのような感じに背わたがきれいに取り除けます。それではスローでもう一回ゆっくり見てください。今回この後は塩茹でにしましたけども、クールブイヨンでポッシェ、火を入れても非常に美味しいです。クールブイヨンはまた動画がありますので、そちらを参考にしてみてください。このとっておきの下処理の方法、あまり教えたくなかったのですが、ぜひ参考にして一度試してみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティー。